作の企画プロデュースを手掛けられましたエグザイルのヒロさん、えー、ご挨拶とともに、はい、今日という日を迎えられましたこの今のお気持ちというものをお聞かせください、はい、あのもう熱気がすごくて最高です <laughs> もうあ,あの本当にあのやっと完成しましてあのワクワクした気持ちとあの僕はあのそうですねあの何回見たんだろうもう 数えきれないぐらいあのこの映画ができるまで完成するまであの見させていただいたんですけども本当改めて久保監督はじめあの多くのスタッフさんの,あの才能だったりあの情熱だったり感じましたし本当にここにいるキャストの皆さんのエネルギーだったりあの思いが本当に詰まった、えー、作品になっていると思うのでぜひもう早く皆さんにあのこの作品を見ていただいて、えー、いろんな思いであの家に帰っていろんなことを感じていただきたいなと思っていますありがとうございます。 えー、ここで一つマスコミの皆様にお願いございます、えー、これからの撮影、えー、フラッシュの方は禁止とさせていただきますどうぞご協力のほどよろしくお願いいたしますさあそれでは早速ですけれどもキャストの皆様に話を聞いてまいりたいと思います、えー、本日、まあ、これだけ多くのチームそしてキャストの方々が集結しております、まあ、残念ながら全員に話を聞くことはちょっと無理かもしれませんが時間の許す限りお話を伺ってまいりたいと思います、えー、チームごとに伺ってまいりたいと思いますまずは 無限の皆様です、えー、総長琥珀役あきらさん琥珀の右腕つくも役青柳翔さんそして琥珀とともに無限を創設した達也役の井浦新さんの3名にお話を伺ってまいりたいと思います、はい失礼しますいやあきらさん、はい、ついに公開ということになりましたはい、えー、ライブビーイングのお越しの皆さん本日の皆さんありがとうございますいかがですかお気持ちは そうですね。あの、本当にヒロさんもおっしゃってたんですけども、熱気が、皆さんの熱気がすごくてですね。あの、改めてハイアンドロー旋風を巻き起こしたいなと思っております。はい。ありがとうございます。男性もいますよ。ね。素晴らしい。さあ、あの、青柳さん、まあ、今回、この皆さんの無限というグループは、まさにその最強チーム、はい、バイクを乗り回して、そしてアクションも。はい。もう盛りだくさんでしたね。はい。はい そうですね、本当にあのバイクで無限7人で並走するシーンは本当に楽しくてあの本当に無限の無限メンテチーム作っちゃうみたいな話するぐらい本当に楽しかったので本当に思い出に残ってますそうですよね、はい、そして井浦さんです井浦、はいえー、さんはどちらかというとあの映画あの、回想という形でよくそうでしたねここで僕はちゃんとこうやってあのお会いするのがなんか嬉しい感じがするんですけれども改めてでも今回、この映画、はい、いかがでしょう、うん、そうですね、あの、まあ 達也の役だったんですけど、こういつもまあ、もっとアクションも。もバイク乗るシーンももっとやりたかったなっていう。どちらかというと、みんなをこう止める側の <laughs> 役だったので。はい、そうですね。でも、あのとても楽しかったです。はい。はい、お三方を中心に、このストーリーが展開されているというわけですけれども。さあ、それではどんどんお話を伺ってまいります。続いては、天宮兄弟、お二人です。<laughs> 蹴り技を得意とする天宮兄弟の次男の正樹役の高広さん。そして。 かたやボクシングスタイルの三男の広田役の戸坂弘実さんです。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。すごいですね。すごいですね。でも本当にあのいつもあの応援してくださる皆さんのおかげで、えー、本日を迎えることができました。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。 今回はお二人は兄弟役ということだったんですけれども、はいはい、実際に演じてみて、いかがでしたかいや、もうあの日頃から登坂とはあの飲みに行ったりとか、プライベートの時間も過ごすことが多いので、もうそのままの雰囲気でやらせてもらいました。さんも同じ <laughs> なんか若干不満げなそんなことないそんなことないです。<laughs> そでも本当にあの普段通りというか、ええ、あの現場でも役でもまさきの役が結構本当高井城さんのまんま出てくださったので、はい、本当に素直にこう弟という部分で入れましたね。はい。あのこの映画の中でどちらかというとこう振り回される弟,弟に振り回される役れ。そうですね、ええ。お兄さんとしてはお兄ちゃんの話を聞きなさいっていうセリフがあるんですけど <laughs> 飲みに行ってても。 たまに本当に全然聞いてないときがあってすごいこう熱く話してるのに一人だけポカーンってあさっての方向いてたりとかわかるだからそれも役にいかせたりとかそれはあの役を演じてるだけですよねそう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 はいしか、ねはい、してるわけだよ、ね、いやではないではない、はい、よかったですそういう部分もリアルですはいまさきはあの女好きっていう役なんですけど、はい、そこはこう日頃と違うので 役作りが非常に難しかったところはあるんですけどなるほどなるほど、はい、ええー、<の>じゃない <laughs> そこに関しては本当はヒロトの方がっていうのがあるんですけどね相当、えーえー、皆さんツッコミがありますけれどもそれだけ言っておきたかった、はい、ごめんなさい嘘つきました <laughs>